陽気に触れて成長するあやかしの木もあると聞くが、私に触れたせいで成長が早まったのか。それにしても見れば見るほどうまそうではある。このまま放っといてさらに大きくなっては面倒だ。それよりはいっそこの場で食ってしまえ。ビミビミ。なっていた実を食べた？いや実にうまかったぞ。大丈夫なのか先生？なーに、あやかしの木の実など珍しくもない。おかげであの木も消え失せて万々歳ではないか。それはそうだけど、うん、だから言わんこっちゃない。じっとしていた方がいいんじゃないか先生。先生、先生落ち着いて。喋れないのか？悔しいけどちょっと可愛い。